こんにちは、服部です。飛距離アップに役立つ練習法をお伝えいたします。今回は左右の手のバランスをスイング中うまく使えているか、それを確認するチェック法をお伝えいたします。まずクラブをですね、グリップ側ではなくクラブヘッド側を上に手元に来るようにしていただいて、左右にアイアンで結構ですので、右手と左手1本ずつ持ってください。そしてアドレスの形を作っていただいて、この右手と左手のクラブの間隔をですね、10センチぐらい空けてください。そしてこの10センチの間隔をキープしたままバックスイング、ダウンスイング、フィニッシュまで振り抜きましょう。この10センチの間隔をキープするというのがポイントです。この10センチの間隔をキープしてスイングすることができれば、左腕の動き、右腕の動き、こちらが同じ方向に対して力を使えている、非常にバランスの良い状態です。これがどうしても右利きの方の場合、右手の動きっていうのはすごく強くなりがちなんですけれども、右手の力が強い方っていうのはどうなるかというと、こういう動きになりやすいんです。右手を力強く使おうと思った瞬間に、右肩、右肘、ここは止めて使おうとしてしまうんですね。ですので今のこの動きをするときに、右肩、右肘を止めてこのように手首を使う、こういった動きが入ってきてしまって、この感覚というのが崩れてしまいます。そして右サイドの動きが止まって手首だけ使うような形になってしまうので、そうではなく必ず右手が左手についていくように、この右腰、右肩、右肘、これがダウンスイングで止まらないように動かし続けてください。この素振りを行ってください。そしてこの感覚に慣れたらボールを打っていただきたいんですけども、同じように止めて絶対手を使うことはせずに、今の右サイドの送る動きですね、これをしっかり意識して振っていきましょう。そうするとしっかり右サイドの動きが左サイドの動きに合わさってスムーズに回転できるようになります。この右手が強いなと思っている方は、今の練習をしてあげるとすごくバランスを見ることができますし、右手が強いって時は必ず止まってしまっているので、これを動かすというのが重要なポイントになってきます。この練習をぜひ行ってみてください。